16番森脇徹君の発言を許します。16番森脇徹君。16番日本共産党市議団の森脇徹でございます。私は先に通告してございます3点につきまして、皆さんに仕込みの皆さんにお聞きするものであります。よろしくお願いいたします。まず第一点は子どもの貧困をなくす姿勢課題でございます。子ども6人に1人が平均所得の半分以下の家庭で育てられているという子どもの貧困打開に国と地方自治体がどう立ち向かうかは喫緊の課題であります。憲法と児童福祉法、教育基本法に基づく子どもの人格形成と成長におき、全分野での経済環境をどう保障するか、国民的課題と定める子どもの貧困対策推進法案が今国会で成立の見込みであります。同法案では、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るためを目的に定めるものです。国、地方自治体、国民の責務も定めます。子育て応援、子育て支援を全分野で、子育て世代と乳幼児、小中高とその状況と実際を把握して、高島市における政策方向や何を優先するかを定めるもの。また、子育て最中の若い市民は、15年、20年先を見通した生活設計が立てられない、極めて不安定な雇用環境にあります。給料の所得水準も県下南部の8割台、市内企業の有効求人倍率も厳しい状況が続きます。とりわけ、一人親の子育て環境は辛辣なものがあります。この市民実態をつぶさに把握し、市の責務を果たすことになるわけであります。期待をして次に伺うものであります。一つには、親の貧困状態がこのいろんな分野に受け継がれ、子どもの環境が貧困状態となる、貧困の負の連鎖はなくさなければなりません。高島市における子どもの貧困率同体を把握しておられますか。貧困率を下げる目標設定の基本的視点をどう定めるのか伺うものであります。二つには、新婚世帯の環境、産前産後、乳幼児期の子育て、健診、幼稚園、保育所、また義務教育、高校、体育、教育施設、学びの環境、保健地域など、市と市教委が子育て支援担当を軸に、多岐にわたる支援策を実施し、家庭と市民団体、地域と共同した政策が、現在も努力していただいているし、そして今後の政策が必要であります。一つには、国と県が定める子どもの貧困対策計画におき、市の地域特性と独自課題を主体的に定める体制を確立する基本姿勢はどうでしょうか。その2に、県と市の対策計画が、貧困率を大幅に改善する実効性あるものにする準備体制はどうでしょうか。同時に進行する市の子ども未来アクションプランを改定するにおき、子どもの貧困を断ち切るプランにする改定方針はどうでしょうか。3つ目に、子ども医療費助成で、今回6月議会で市長提案条例案では、小学、中学の入院のみ無料案が出されておられます。通院費助成を無料軽減制度化せずして、子育ての環境と子どもの保険の向上に寄与できるのでしょうか。小学生と中学生の通院医療費助成の的確な必要性、優先性を関係部局でどのような政策、庁内議論されてきたか問うものであります。4点目には、学校保健、歯科検診における無視治療課題で聞きます。無視はでございます。市内全児童生徒の歯科検診結果、治療が必要な児童生徒に歯科受診のおすすめ書を対象児童生徒保護者に出し、治療を促しておられます。高島は、牛治療完了率が県下で相対的に良くなく、処置されていない牛の数も多い、そういう地域になっています。就学援助の要保護、準要保護家庭には、医療券発行で通院補助がございますが、多くの子どもに助成はありません。歯科通院治療におき、受診のお勧め書が出された児童生徒に、思い切った医療費助成を実施し、児童生徒の保険の向上に寄与する熱意を示し、保護者負担軽減に踏み切るべきではないでしょうか、伺うものであります。
5点目に市内児童生徒が学業中に、怪我あるいは病気し学校や保護者が判断し市立高島市民病院に救急救命で処置の場合初診時特定療養費2100円ですがこれが課せられます、請求されます。判断基準はどうでしょうか。学業中の救急診療には免除する取り扱いになっておられるのか伺うものであります。6点目には児童の保護者の所得が低迷下落しているのに就学援助金受給児童生徒数が横ばいか減っております。一つには制度の目的と手続きを保護者目線で説明できていますか。二つには文科省はクラブ活動費、生徒会活動費、PTA 会費なども支給対象としましたが当初はどうでしょうか。三点目、生活保護法が制度改変されましたが就学援助制度申請決定範囲にどれだけの変異が生じますか。受給可否の端境におられる申請者を不安定にしないため保護費の 1.2 倍という認定額に対する受給要件の拡充が必要ではないか。7点目、市内分娩数の3分の1を引き受けていただいている民間の産院がこの秋10月に大津市内に移転されます。今後市内分娩は市民病院産婦人科のみとなります。若い世代の安心をしっかり確立できたか伺うものであります。一つには市と市民市立病院が移転する産院との役割分担、新生児救急救命の体制確立と連携、高島と大津市の医療圏域で安心の体制を確立できましたか。二つには市立高島市民病院自身がプラン改定5カ年計画で産婦人科の医局と助産師体制を展望できましたでしょうか。3点目、市外の産院に通われる妊婦夫婦に市外産院通院補助券の支給実施で市内の若者夫婦を応援する提案をいたします。検討を伺うものであります。大きな2点目であります。地域活性化課題であります。市の発注で市内業者の技術力向上と地域活性化につながる入札方法の拡充を求めて次に伺うものであります。市が発注する設備電気設備工事設計測量調査の工事発注におき分離分割発注などで市内業者自主機会を増やし改善した報告が過日の全況でされましたがこの点は一歩前進と評価するものであります。その上で一つには市内に本店を有するなど制限した競争入札方式を的確に実施し市内専門事業者の活性と技術力向上の機会を今以上に増やせないのか提案するものであります。二つ目には資格審査後も営業所登録している指名業者におき法令遵守を当然のこととしているか営業所支店などに常時雇用契約者を常時勤務する営業所実態があるかなどの監査を実施し資格審査後の期間中でも資格喪失含めた指導を強化すべきではないかと思うのであります。大きな3点目であります。沿線住民に安心を与え信頼される道路行政を求めて次に問うものであります。一つには大型車両の通行が増える303号歩道改良工事が進んでおります。県が示された計画促進を沿線住民は強く望んでおります。一方今この沿線の雄と広川宮西区間において誰もが安易に進む拡張改良でないすなわち家がずっと連帯していると、買収が必要でありますしそういう環境の中で、大変な状況があると考えているだけに普段の土木行政への信頼構築が不可欠であります。そこで提案いたしたい。県と市土木が安全と安心の国道改良へ沿線住民と協議できる場を設け計画の着実な実施と現在の危険箇所の安全改修を沿線住民と協議しながら機敏に実施し今後の改良計画に住民との信頼を構築する方策をするべきではないか伺うものであります。2点目に改修の一つとして誘致先とバイパス交差点から、下広部区間の道路路肩改修側溝の蓋の設置を道路管理者が安全対策として実施すべきではないか伺うものであります。2つ目に県道有日置前線で6月4日に老夫婦が巻き込まれた死亡事故は、高齢化する地域に大きなショックを与えております。
県道と交差する市道における交差点交通安全対策、右折左折確認に障害となる樹木や樹木伐採や枝の剪定、より目立つ交通標識、スピードダウン対策、高齢者を対象とした安全運転指導などで沿線の高齢者運転者と市民を守る対策を問うものであります。以上、せっかくなご答弁をお願いし質問といたします。16番、森脇徹君の質問に対する当局の答弁を求めます。以上、窓野義晴健康福祉部長。それでは森脇議員の質問番号の1のご質問にお答えをいたします。まず1点目の、子どもの貧困率の増大を把握しているか、貧困率を下げる目標設定の基準点視点をどう定めるか、これにつきましては厚生労働省の調査によりますと、平成21年の我が国の子どもの貧困率は 15.7% であり、6人の子どものうち1人が貧困の状態にあるとされております。しかしながら貧困率は県市町村単位で公表されておりませんことから、本市の貧困率としての増大は承知しておるところではございません。貧困率を下げる目標設定につきましては、子どもの貧困対策法案において数値目標を明記することが見送られたましたことから、今後国において示される貧困対策の大綱に基づき検討してまいりたいと考えております。次に2点目の、1つ目であります、国と県が定める子どもの貧困対策計画における市の基本姿勢、これにつきましては、子どもの貧困対策法案によれば地方公共団体の責務として、子どもなどの貧困対策に関し国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有することとありますことから、法に基づき高島市の状況に応じた施策を検討してまいりたいと考えております。2つ目の、子どもの貧困対策計画を実効性あるものにする準備体制及び高島市子ども子育て支援計画への組み入れにつきましては、子どもの貧困対策法の内容や国県の動向を見極めながら検討してまいりたいと考えております。次に3点目の、子どもの医療費助成に係る部局内の調整につきましては、子どもの医療費助成制度は子育て支援において重要な課題の一つであると考えておりますが、現段階での市の財政状況を勘案し、また他事業との調整も慎重に図りました上で、まずは中学生までの入院費についての無料化を制度化することに至ったところでございます。次に4点目の、学校保健歯科検診における牛治療課題につきましては、今後も引き続き市の財政状況を見据えながら関係部局間での政策的議論を図り、通院治療費助成にかかる検討を進めてまいりたいと考えております。次に7点目の3つ目、市外産院通院補助券の支給につきましては、民間産院の移転に伴う妊婦さんの増加に対しましては、妊婦さんが安心して妊娠出産を迎えられますよう、市民病院に受け入れ体制を整えていただきますよう要請してまいりますことから、現状では議員ご提案の市外産院通院補助券の必要はないものと考えているところでございます。以上でございます。高木隆市民病院事務部長。森脇議員、質問番号1の5点目および7点目のご質問にお答えいたします。まず5点目、市民病院における初診時特定療養費につきましては、健康保険法および病院事業設置条例に基づきまして、地域の医院診療所との機能分担の推進を図ることを目的に、他の保健医療機関の紹介状を持たずに直接受診された方の初診にかかる費用として、ご指摘のとおり2100円を算定しご負担いただいております。しかしながら、この特定療養費は緊急を要する病気や負傷により救急車で来院された場合や、あるいは休日や深夜で他の医療機関を受診できない場合など、他の医療機関を選択できない場合の診療には一般的に算定しておりません。しかしながら、傷病の発生が学業中であるかどうかにかかわらず、救急診療でございましても、診察の結果、
休を要しない症例と判断されたような場合には、特定療養費をいただくことになり、学業中であることを要件にした免除規定はございませんので、その点よろしくご理解をいただきたいと思います。次に7点目の1番目、市内参院の市外への移転にかかります体制等についてお答えします。市内の参院がこの秋大津市に移転されることに、当院で分娩を希望される妊婦さんの増加が予想されます。これにつきましては病院としては可能な限り受け入れをしてまいりたいと考えておりまして、そういう体制を今後整えてまいりたいというふうに考えております。ただ懸念いたしておりますのが、著しい分娩時期の集中が、あった場合など医療安全の面から受け入れが困難な事態も想定されます。このためその対策として移転される産院等と連携を取り、妊婦さんが安心して分娩ができる環境を提供できるようにしてまいります。また当院での里帰り出産を希望される妊婦さん等につきましては、できるだけ早くご相談をいただき、そういう受け入れ体制にできますよう、今後ホームページ等での注意喚起のお知らせを実施してまいりたいと考えております。なお新生児の救命救急につきましては、当院で対応できない場合、従来通り設備体制の整っております大津赤十字病院の総合周産期母子医療センターの新生児専用ドクターカーを依頼することで対応してまいります。次に2番目の産婦人科の医師看護師の体制についてでありますが、病院改革プラン改定版では医師の確保目標数を掲げておりますが、個別診療科の医師数については明記しておりません。ご存知の通り、産婦人科医師の確保につきましては依然として全国的に産婦人科医師が不足しておりまして、継続して確保に努めているところではございますが、当面増員は厳しい状況でございます。今後とも関連大学医局の医師派遣を強く働きかけますとともに、県医療行政当局にも県奨学金受給の産科医師等の派遣について協力要請してまいります。また助産師につきましても、看護師募集と並行しての当院就学資金受給生の募集活動を強化しまして、適正数の確保に努めてまいりたいと考えております。以上です。上原茂次首席教育次長。森脇議員の質問番号1の6点目のご質問にお答えいたします。まず1つ目の制度の目的と手続きを保護者目線で説明できているかについてでございますが、4月当初に市内小中学校を通じて全保護者宛てに就学援助費の給付申請についての文書を配布し、制度の目的と手続きの方法をお知らせします。その後申請書をお渡しする時点で提出書類や記入上の注意等を記載した補足説明文書、これをお渡ししまして、分かりやすく説明をしております。また高島市のホームページにも就学援助費給付制度のお知らせを掲載し、内容等が不明な場合は各小学校または教育委員会に問い合わせしていただくようしております。次に2つ目の、文部科学省はクラブ活動費、生徒会活動費、PTA 会費なども支給対象としたが、当初はどうかについてでございますが、平成22年度から生活保護法に基づく要保護児童生徒に対して、新たにクラブ活動費、生徒会費、PTA 会費が支給費目に加わりましたが、準要保護児童生徒に対しては、支給対象とはしておりません。次に3つ目の、生活保護法改正に伴う就学援助制度の変化と受給要件の拡充についてでございますが、就学援助の認定は生活保護基準額等を使って認定しておりますが、生活保護法改正に伴う新基準額が現在の基準額より引き下げられる場合、認定対象者が減少する可能性があります。本年度は改正前の基準額により認定を行うため、
認定対象者に大きな変動がないものと考えています。今後につきましては生活保護法の改正内容に注視し、必要な援助についての調査研究を行ってまいります。以上でございます。白石武総務部長。森脇議員の質問番号2のご質問にお答えいたします。まず1件目についてでありますけれども、厳しい社会情勢のもとにありまして、本市の建設工事等の発注におきましては、市内の活性化並びに雇用の安定を図るため、市内業者の受注拡大を基本方針として実施をしております。その中で、公平性、競争性に配慮しまして、指名業者並びに見積業者の選定を行っているところでございます。議員ご指摘にあります、今以上の拡充につきましては、現在のところ具体案はございませんけれども、さらなる受注拡大につなげる発注方法がないかなど、今後におきましても鋭意検証検討してまいりたいと考えております。次に2点目の営業所の実態に関しましては、その実態把握のため法人税の納税証明書のほか、営業所の状況を明確にするため所在確認のための地図や外観及び内部の状況が確認できる写真添付などを義務付けておりまして、その実態把握に努めております。なお今後におきましては、必要に応じ実態調査を抜き打ちで行ったり、入札参加資格審査後の中間年のおきましても必要に応じ調査することを検討してまいります。また法令遵守の指導につきましても当然ながら厳正に実施してまいります。以上でございます。山本博和土木交通部長。森崎議員の質問番号3のご質問についてお答えをいたします。まず1点目の1つ目、沿線住民の方々との協議の場の設置にかかるご提案でありますが、国道303号の歩道工事を進めるためには地権者や自治会、市との協力が不可欠であることから、これまでも説明会などを開きご意見等をお聞きしてきたところであり、今後においてもこれまでと同様自治会を窓口として事業を進めていく方針であると県から聞いているところであり、現時点では改めて協議の場を設ける必要はないものと考えております。次に1点目の説明、ご指摘のバイパス交差から下広部区間の道路路肩改修側溝蓋設置については県に確認しましたところ、現在取り組みを進めているところであるとのことでありました。また誘致策につきましては今後の検討課題とされております。なお路肩部に側溝や歩道整備が完成するまでの間は地元の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いするものでございます。次に2点目の、5月28日に県道有日置前線で発生した死亡事故につきましては、去る6月4日に滋賀県警高島警察署、滋賀県高島土木事務所等の関係機関によりまして現地検討会を開催し、対応策として街路樹の伐採および剪定を行い、合わせて交差点を分かりやすくするために交差点内に十字マークの新設、県道市道の外側線や中央線の引き直しを行うなど、県と連携して早期に安全対策を図ることとし、現在取り組みを進めているところでございます。また高齢者の方の交通安全支援としまして、毎年秋の全国交通安全運動期間中に高島警察署と協力し高齢者交通安全教室を開催いたしております。教室の内容といたしましては、シルバー人材センター、老人クラブの方々にご参加いただき、個性自動車教習所において車両および体験機器を使ってシートベルト着用の重要性や低速での衝突体験をしていただくなどもあり、関係機関との連携を図りながら高齢運転者への支援を図っているところでございます。また高島警察署や高島交通安全協会と連携し、主要大型量販店や道の駅などで高齢者に対する思いやり運転についての啓発を実施するなど、
さらなる交通安全意識の向上に努めてまいりたいと考えております。以上です。以上。森脇君。全体に丁寧にお答えいたしましたが、最初の質問であります。まず最初に、学校教育法19条に基づく就学援助制度についてでございますが、まあ、生活保護費の見直しで金額が下がるため、認定対象者が減る可能性があるという、こう重大な答弁をいただきます。まあ、現在の認定数、それから改正後ですね、今後どれくらい認定が減るような、そういう実態は把握できておりますか。上原教育次長、お答えいたします。平成24年度の就学援助費の認定数ですが、449名でございます。生活保護法の改定に基づいて、どのような人数になるかということにつきましては、現在法律がまだ確定をしていない、まあ、前情報はございますが、その情報の中で、ですので、現在個別に、判定が、認定がどうなるかということは、実は議員はご存知だと思いますが、これを認定しようと思いますと、その世帯の前年度所得を基本に、その世帯が何人いるのか、そしてそれぞれの年齢が何歳かによっても変わりますし、その世帯に小学生が何人いるのか、中学生が何人いるのか、住宅扶助があるのかないのか、それが個別に全部、計算をしなければなりませんので、現在のところそこまで作業ができていませんので、認定がどうなるかということにつきましては、現在のところ算定ができておりません。以上でございます。以上。森脇君。まあ、今後改変後の点については算定が難しいというのか、こうのケースがあるとこういうことであります。まあ、実はこの制度をお聞きいただきたいんですが、まあ、この生活保護に基づきます、それの 1.2 倍というのが大体基準がね、認定ので、本うち高島は3級の2に滋賀県で位置づけられておりまして、高島が1級の2が多く他の地はであり、で、私は社会福祉課に関しまして、小学校4年、中学1年、45歳、49歳、この4世帯、まあ、他の上の方なしに調べてもらいます。で、基準額がその生活保護費がいくらになるというと、高瀬さんの場合、15万5030円、それから多くは19万1040円、まあ、これの 1.2 が、いわゆる就学援助の認定可否ということですね。で、これがどれだけ下がるかというふうになりますと、改正後、我々は共産党反対しましたけどね、成立しましたから、これが高瀬の場合は15万、飛び飛び80円、大津の場合は18万4680円、こういう形で、ね、下がるわけですね。で、このあと、根本の狭間にいる方がもらえなくなる、ね、で、単純ではなくて、高瀬の場合はこれの 1.2 ですから、18万6038円の方までが対象ですね、この認定額と。大津は場合は22万9000円の方が対象と。ですから、ここに出てくるのは、例えば19万円の所得の場合、大津であれば対象になると、ね、認定の。高瀬の場合は認定の対象にならないということになるんですね。こうした状況があって、そんなこれだけの午後の差の中での認定ですからね、私これの結果どうなるかというなると、大津の場合聞いてみたんです。じゃあ援助費がどんだけの割合か、5900人の認定者で 19.9% 児童生徒の、本市の場合は449名と、ね、分母でざっと 10% ちょっとですということなんですね。大体この辺の市は 10% か 12-13% あるみたいです。大津が飛び抜けて 19%、20% 近いんですがね、まあ、こういう喧嘩の状況になるね。で、子どもの貧困そのものは違う喧嘩でやりなさいということですからね、これはもうこういう問題を、ね、本当に制度的に守ってこないとね、問題解決しない。で、とりわけ私は高瀬の場合、せめて、ね、高瀬の前原が一番最下位の地域になる、せめて長浜並みにね、認定額をしないとね、これじゃ健的な状況にならないというふうに思うんですね。そうなると 1.2 では少なくて 1.26 倍ぐらいに
その認定基準を持ってこないとね、これは本当に、こうした状況の中で生活されている方を本当に救済するというふうにならないと思うんですが、この点、ぜひどうでしょうか、どのようにお考えでしょうか。上原教育次長、ご質問にお答えをいたします。生活保護法に基づいて、就学援助、申し訳ない、生活保護の保護基準額に基づいて就学援助の認定をしているわけですが、休止のことにつきましては私もそちらの専門ではないので分かりませんが、ただ所得というのがまず条件にありますので、所得と今言いました基準生活費といいますが、それとの関係で考えていかなければならないということですので、先ほど所轄の答弁にさせていただきましたように、まず調査をしないと非常に多くの案件を個別に調査しなければなりませんので、で調査研究をまずさせていただきたいというふうに考えております。じゃあ小谷君、まあ、もその実態の調査、そして、仮にですよ、一定額、ね、10.8% 抜けている、それが最高、ね、9% 割り込むというのは大変な事態ですからね、これより所得が減っているんだけども、ね、対象にならないんだけどもならない、こういうことではね、これは本当に、いわゆる義務教育が無償というような、そういうあることは全くかけ離れることになる。同時に、多くの金額もらっておられると思いますけど、昨年学校給食費、それから、修学旅行なども市独自でやっていただいている、そういう分野はあります。しかし、ある保護者にこういう資料をいただきます。それは小学校、中学校、小学校1年生に通う子どもさんの、いや年間にいる学部用品、それから入学商品にいる費用なんです。私、こうびっくりしたんですが、中学1年生でなんと年間に19万、だって20万使うと言ってされているんですね。このうち、入学、このうちですね、入学援助費は2万2900円、学費用品での援助費は2万1700円ですね。で、16万近い負担は、これは就学援助を受けてても出さなければならないというね、こういう状況ですね。で、こういう中でね、もういわゆる就学援助費の絶対額が少ないなと、皆さん資料を送られてますから、少ないなと、こう言わざるを得ません。こういう実態などはどういうふうに事情をつかめるんですか。以上、教育次長。上原教育次長、お答えいたします。まず就学援助という制度でございますが、これは教育基本法に基づいて行う就学の援助でございます。で、額が少ないというご意見でございますが、まあ、それぞれ小学校あるいは中学校で学校へ通うのに必要な額がございますが、それに対して項目的には、まず新入学児童生徒の学用品費、あるいは、学用品、それから、校外活動がある場合は校外活動費、それから、給食費、これはもう全額でございますが、それと修学旅行、ここに積み立てと書いてありますが、修学旅行は実施した学年で修学旅行費については、給付をしておりますので、積み立ては最終的には、市の方で、担保するということに最後にはなります。で、そこに書いてある学年費につきましても、これは学用品費として、給付をしておりますので、確かに、おっしゃるように、全額それを賄うというか給付しているわけではございませんが、あくまで、教育を受ける権利の保障の部分の援助というような形で現在の制度がございますので、要項には細かく、支給の対象になる項目を挙げておりますが、それでもって現在のところを給付をしているというふうに考えております。以上です。以上、森尾君。まあ、援助は一部だという話ですね。その援助の絶対のそのものが、ね、少ないですよ。これはやっぱりいろんな関係の場で、ね、大いに発言していただいて、実態もそうしてください。実態でこれ見て無駄なお金は本当に出しておられない、これに現れない出費をもっとしてやる、そういう実態もありますから、ジップなども、ね、一体入ってないんですね、これ、その中にはね。
だそういう実態をまず、そうしても理解して、特にね、私思ったのは柔道着、これ3600円出てるでしょ。これなんか必須、借りるか必須になったところですやん。ね、それを保護者なんて出してるんやからね。こういうの、こういう人のものは支給せんとあかんですよ。こういうこともぜひ指摘していただきたいと思うんです。次にですね、この大事な修学援助が、どれだけ保護されているかということでありますが、ホームページなどでこうしているとね、いうことです。残念ながらね、これ、文記事なんですよ、ね、言葉がね、もう時間的にあれですから、言えないですけども、要するに、いわゆる高島がやっている市民の候補は、基本それですよ、修学援助は経済的理由で修学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、ね、自分がの子供は修学が困難と認めなければ、申請できない。ね、これホームページ見てもこれしか出ませんね。ところがこれはね、この人は大津と長間なんですが、経済的な理由で就学に必要な経費の負担にお困りの保護者を対するにと、ね、私はね、だともうこの下の言葉でね、保護者や市民に語っていただきたい、説明していただきたいですね。これ市自身も市教自身もいろいろ言葉を痩せたりしているところがありますが、基本はこの上で言ってしまってますのでね、でぜひこれはちょっと内部協議していただきながら改善していただきたい。で同時にですね、そういう点では広報に対しても、こう2年間広報してませんかね、市民広報に。保護者には確かおっしゃるようにやっておられるけどもね、やっぱり市民全体が知らないと、で特におじいちゃんおばあちゃんなども心配している場合もあるでしょう。そうした方にも知っていただかないといけませんからね、これぜひちょっと広報のあり方を検討してください。次にですね、学校保険と子ども医療費の通院助成に関わる点を質問したいと思うんですね。でこの学校保険安全法に定められた母と名の学校検診と指導勧告で、これを高島の実態を、まあ、いろいろ市教授さんに資料をいただきながら、私なりに資料を作ってみます。そうしたら、なかなかでして、学校の養護教員さん、それから学校校医さんで、学校も努力して検診をしてはる、あるいはまた、見つかった方にはやはり歯医者さん行きなさいよと、こういう指導のね、次のお勧め書を渡している、この実態なんですが、市内の小学校、これは個別で、小学生で、2077人の子どもの1080人の子どもに治療のお勧め書を渡しておられる。それしかし、完了、私行きましたと。ということで、当時やったの600人なら、453人の子どもさんが未承知のまま次の学年になったんですね。中学かどうか、これ長野中学もっと厳しくて、1465人のうち618人にお説明書を無視だですよと一応行きなさい。それから344人の方が行ってないんだけど、274人の子ども方が、いや、治療行かないまま高校にね、行くという、こういうことになってるんですね。これはね、なかなかですね。で、私は努力、この状況が、私はね、見てみますとね、もっとその、なぜいけないのかなと、こう聞いてみましたら、なんか現場で辛辣なお声ですよ。その指導書を、あなたは4月にね、検診を受けて、であなたは、歯医者に行って、治しなさいよと、男の歯を治しなさいよと、いうことで、指導書をもらう、勧告書をもらうんですが、そのもらわれた子供さんがね、小学校6年の子だということですわ。ああ、これまだ通院せん、歯医者さんいかんなんと、お母さんが困らはると、お母さん困る文章やなと、な、手紙やな言うてね、友達に話してたようですけどね、これはね、なかなかですね。それでまたある学校の先生は、いわゆる3本4本と治療とも治療しないまま認定している子どもがいると、その6幼代の下の子もそうだと、これは就学援助を受けておられないと、こういうどうかけようかと悩むと、それともいろんな形でお伝えしているという現場の声もね、お聞きするんですね。これを聞くとね、やっぱり経済的な状況、そしてまだ子どもを連れて行ってきたくても、行ってる時間がない、こういう実態が私、見えてきました。そうした中で、そのいろんなその壁をやっぱり低くしないと、学校保険で定められた歯の治療がね、進まないなということに私に到達したんですよ。その一つが、私はね、やはり歯の治療の軽減、
通院費の軽減、助成、まずこれすべきではないか、このことを強く思います。そこでお聞きしますが、学校保健安全法14条で、いわゆる要保護指定を受けた方が医療券をもらってますね。その医療券、何人の人に発行して、金額はいくらですか。上原教育次長。平成24年度の就学援助を受けていただいている方で、医療券を発行した数は、小中学校合わせて79名でございます。金額は28万2000トンで86円でございます。一度森田君。はい、それを聞きますね。ざっと一人当たり4000前後ですかね。まあ、いわゆる4000から5000で治療されてるんですね。これをね、他の子どもさんに適用したらいいんですね。この治療の医療1670何人が用ですが、1610人の子どもさんに医療券を発行する、新たにね。そうしたら、この経済的なハードルをなくすることができる。これは誰考えても出てくるだと思うんですね。その額が、これにざっと4000円かけたら、ね、市民民主の600万、700万ぐらいあれば可能なんですね。私はこうした分野に踏み込むべきではないか。私は、その必要性、緊急性について、もう一点、この数字を見ていただきたいんです。それは、特に中学3年生の方で、今津には100人120人の、ね、学校が3つありますけど、そのうち2つ取り上げましたが、まあ、他の県下の学校を見てみます。そうしましたら、その無知は持っている率、猶予率はやっぱり高島は 10% 高いんですね。それから、処置未処置していない歯の数、これも相対的に多い。で、特にある学校では110人の学校で、中学3、233本ある。1人当たり 2.08 トン持ったまま高校へ行ってしまっておられる。私はこういう状況はね、1年たりとも先延ばしできない状況にあるのではないか。高島が、やはり通院助成、歯の医療の通院助成を1年でも早く急がなければならない状況がここにあるのではないか。私はその思いを強く至ったんですが、この点、教育部長、あるいは教育長がお答えいただけるならありがたいし、どのようにこれを実態を受け取りましたか。富永教育長。今、議員の方からいろんなデータを持ってこう、ご指摘いただきましたことについては、まあ、その原因については、一度また教育委員会としても、しっかりまた把握していく必要があると思いますので、まあ、ここでどのようにするということは速度できませんが、今のような結果をもとに、まあ、今後やはり歯というのは本当に生きるけど非常に大事なも ものですし、子どもたちのやっぱ歯の健康、まあ、これは生活習慣ということで、早寝早起き朝ごはんとか一緒でいろんな生活習慣と合わせて、やはり子どもたちに歯の健康についてはまたこう家庭を通して指導していくべきものでもあると思いますので、まあ、そういうことを総合的にまた考えながら、また研究をして、いろんな対応をしていきたいと思います。以上。森脇君。まあ、教育現場からそうしたご認識をいただきました。まあ、そこのご認識をしっかりこれ、大事にしていただいて、あとは政策判断です。政策判断。あえて今日は、人に当該求めませんけども、やはりこの政策分野の子育て、通院、入院含めた、このね、大事な支援をどう一体的にしていくのか、私は、提供させていただきます。しかも、この私1年を待つということではなしに、年度中にこのことをやることの意味をぜひ汲み取っていただきたい、そのことを強く申し上げて、次に移ります。高山、病院事業患者を見えてなっていただいてますので、まあ、産科が移転されるという点についてお尋ねをしたいと思うんです。まあ、先ほど高木部長から丁寧なお答えをいただきました。これ、なかなか現場は頑張っていただけるけども、
しかし、ある意味では不測の事態も生じる恐れがあると、こう率直な思いをね、答えをいただかざるを得ない。で、今だと120人ぐらいですか、年間の。これが飛躍的に増えるんですね。で、いわゆる200人以上増えたら、もう高島市民って受けられないよと。あとはちょっともう お願いねと。こういうことですか、その辺の判断の基準というのはどうでしょうか。で、まあ、大変ご苦労いただいていると思うんですが、そういう点では、病院の医局の先生方もね、そういう点の本当に大事な思いをいただいていると思うんですが、どうでしょうか。高山博士病院事業管理者。まあ、この秋から民間の婦人科医院が移転をされるということで、まあ、非常にご心配をいただいているわけで、私どももこれに備えてですね、万全の体制をと思うんですが、まず人的には産婦人科医が2人ということと看護師助産師、まあ、これについてはこれ以上増加ということは不可能な状況です。それで現在の状況で普通産科の、まあ、分娩数というのはですね、まあ昨年度の実績は167、まあ多い時でも20件ですね、一月に、少ない時で5件ぐらいです。まあ、これが常時、まあ、これまでの状況ですが、これをですね、まあ、入院総数としてですね、月は20人までは可能だろうというふうに考えております。現在入院数としては、まあ、常時10件を超えることはほとんどないんです。ですから、まあ、ほぼ倍増した状況でですね、対応できるのではないかと考えています。それでさらに市内の方の分娩を優先する、まあ、先ほど高木部長から返答があったと思いますが、あとは里帰り分娩ですね、これが一番問題になりますが、まあ、この交通整理をしっかりやっていくということに尽きると考えております。以上。森田君。はい、今の現実実際の中でどこまでできるかということを本当にご苦労いただいて院内協議をなされている状況が伝わってまいりましたし、しかし一方では私そこをやっぱりこう無理強いをというオーバーそういうことになると、これやっぱり医局体制をね、私壊してしまうので、それは避けなければならないというそちらの思いと、やっぱり市民の皆さんの期待と、これ両方重なることになると思いますがね、ここは率直に大津医療、地域医療とも関わりましてね、そういう連携をお答えいただいたような形で、しっかりしていただいて、若い方、妊産婦の方に安心してもらえるような、そういう医療圏をぜひ作っていただきたい、お願いしておきます。それから次に入札問題ですが、この必要に応じ、実態調査を抜き打ちに行うということも含めて答弁いただきます。まあ、実は具体例で聞きたいんですが、測量関係であります。6月5日 にある入札が行われました。靴木での指導の測量、指導補修の測量です。ここに8社が指名されます。その中 4社は市内、あと4社は市外の業者で、高島に営業所を持つ、測量業者であります。このことについて問いますが、ここに私、疑問に思ったのは、測量、公共測量を行う場合は国交省、国土地理院に届け出をする営業所、ね、この点は総務長、確認できますか。白石総務長。国交省の方には届け出が必要ということになっております。以上。森田君。ところがこの指名された業者の4社を見るとね、どこも届けされてない営業所支店として、本社の届け所あるよ。名前言ってもいいけど、谷口測量、それから中村測量、橋本技研から富士開発、この4ね、高島営業事業所はあるけど、国交省に登録されてない業者が指名されている。これでいいのか、法令遵守なのか、ここはしっかり調査をして報告してください。あとは写真で撮れています浜田三号線と、県道の改良、交通事業に関わる、維持管理でありますが、浜田さんではこういうことが起こっています。国道、子供が、児童が通る
側白線のちょうど上で陥没すると、道路がね、こういう事故の状況、とんでもないことが起こったし、であるいは県道についても、現場は剪定や伐採していただいたけども、その周辺は知りたいじゃないよね。また同じのことを心配せんとあかんですよ。こういうことをしっかりやっぱり地域の人たちの立場に立って道路行政を進めていただきたい。その点では強くお願いを申し上げて、私の一般質問に対します。ありがとうございました。以上で16番森脇徹君の質問を終わります。